伊豆田博彦は、日本の政治家、衆議院議員。通算、計算官僚。新潟県知事、全中央防災会議員。新潟県鴨市生まれ。鴨市立鴨も小学校鴨市立鴨も中学校。新潟県立三条高等学校を経て、京都大学法学部を卒業する。1987年、通商産業省に入省。 入賞同期に衆議院議員の棚橋康文がいる。ブリティッシュコロンビア大学客員研究員や資源エネルギー庁産業基盤整備基金への出向を経て1998年6月より通商産業省大臣官房秘書課長補佐。2001年国土交通省へ出向しか持つ流通システム高度化推進調整官を務める。2003年からは 岐阜県庁へ出向し、知事公室参与や新産業労働局長を務めた、後、退官した。2004年、3期12年にわたり、新潟県知事を務めていた、平山育夫知事が4選不出馬を表明した。これを受け、それまでは、日本共産党を除く、オール与党体制で、平山知事を支えてきた各党が、候補擁立に動き出した。民主党新潟県連を呼び、 社会民主党は8月25日、元新潟大学教授で、早稲田大学社会科学部教授の多賀秀俊氏を、擁立して連合新潟の指示をいち早く取り付け、8月中旬に、知事選出馬の意向を表明していた、無所属の黒岩坂井洋産議員議員は、出馬を見送った。一方で、民主党内の渡辺秀夫元郵政大臣ら、保守系勢力は、伊豆田の擁立に向けて動き出す。 また、同時期、自由民主党は、当時内閣府参事官を務めていた、新潟県立高田高等学校 OB の総務省、キャリア官僚の擁立を模索しており、その他にも前回の知事選に出馬して、平山知事に敗れた、元新津市長、元上越市長で、新潟県議会議員の宮越香る、長岡市長の森民を、全新潟県副知事ら森候補に意欲を示していた。 結局、前室の総務省、キャリア官僚や森永岡市長、前副知事は出馬を見送ったものの、自民、公明両党による伊豆田への候補者の一本化が8月28日までずれ込んだ上、伊豆田以外にも元ニーツ市長と宮古市の2候補が出馬したため、保守系候補が乱立した状態で選挙戦がスタートする。一方、民主党内でも、 伊豆田と互いへの支持が割れており、9月に入ってから伊豆田への支持を表明した地元の財界や小池清彦、鴨市長ら、県王地区関係者の尽力により、新潟、長岡両市では、得票数が多賀を下回ったものの、伊豆田が初当選を果たした。当選時は42歳で、全国最年少であった。知事に就任する前日の10月23日に、 新潟県中越地震が発生し、伊豆田知事は就任当日から震災対応や被災地の復興に追われた。2007年に読売新聞が実施した全国知事支持率世論調査では、調査対象の全46都道府県の中で全国4位の支持率を朝日新聞が実施した世論調査では、全国6位の支持率及び全国45位の不支持率を記録した。 2008年の新潟県知事選挙で再選、2012年の新潟県知事選挙で参選、2016年の新潟県知事選挙に向け、同年2月の新潟県議会で4選を目指して立候補する意向を表明していたが、8月30日、県が出資する企業の中古フェリー購入問題に関して地元市、新潟日報が、 憶測記事や事実に反する記事を掲載し続けていると、10月24日に人気満了に伴い退任した。応援演説中の伊豆田2017年9月27日、自由民主党は第48回衆議院議員総選挙の新潟5区に、伊豆田を公認候補として擁立することを決定した。選挙戦では、無所属の前、宇オ沼市長、大平悦子を破り初当選した。 同年10月26日、志卒会に入会。2011年1月25日、伊豆田知事及び篠田明新潟市長の連名で、新潟県、新潟市を解体し二重行政を解消するための新潟州構想を提唱した。2011年1月から3月の間に調査実施された飲食店における 喫煙環境についてのアンケートの中で100%禁煙以外の対策では完全に受動喫煙を防ぐことはできないとして飲食店の喫煙規制強化に賛成している。2013年2月14日、三上市、柏崎市による東日本大震災で生じた瓦礫の焼却処理について水俣病の場合は原因企業の関係者が刑事責任を問われたことに言及し、 健康被害を受ける人が出ると障害。それによって亡くなれば、障害致死と言いたいが、分かっていてやったら、殺人に近いと批判した。東京電力柏崎刈羽原子力発電所の再稼働について、2011年3月の東京電力福島第一原発事故後は、福島事故の検証なしに再稼働の議論はしないと、一貫して主張し続けた。2013年7月、 東京電力が柏崎刈羽原発の再稼働に向けた安全審査を政府に申請した際には事前に説明がなかったとして申請をしていくのは国民の理解を得られるとは到底思えない。地元に対する説明も一切ないと強い不快感を表明。東京電力の広瀬直樹社長と会談し、なぜ急いだのかと東京電力の姿勢を批判した。 消費税0%の検討を掲げた国民を守るための真水100兆円令和2年度第2次補正予算に向けた提言に賛同している。2003年から2004年にかけて経済産業省から岐阜県庁に出向しており、2006年7月に発覚した岐阜県庁裏金問題に関連し、岐阜県から105万円を返還する要請求を受けた。これに対し、 新潟県知事に就任していた、伊豆田知事は、裏金問題への自身の関与を否定する留保文書を発表し、返還の留保を表明。岐阜県庁の対応を批判し、謝罪を要求したが、この伊豆田知事の対応に対しては、複数の新潟県議会議員、さらに、岐阜県の古田はじめ知事、返還請求に応じた岐阜県庁 OB からも、批判の声が上がった。批判を受けた後も、 伊豆田知事は、返還を留保する姿勢を崩さず、新潟県庁のホームページに同様の趣旨のコメントを掲載した。ありがとうございます。